どうも、学生筋肉料理人のだるうまです。1月25日にだるうま初のレシピ本である極上ズボラ飯が予約受付開始になりました。ということで、極上ズボラ飯について少しだけご紹介させてください。今回出版する極上ズボラ飯のコンセプトは、料理が苦手な方やズボラな方など誰もが失敗せずに本格的に、そして簡単で超絶品に作ることができるといったものになります。実際にこの本のほとんどのレシピが2ステップまたは3ステップで完成しているため、工程を目で把握でき、とても分かりやすい作りになっています。またレシピのポイントや注意点なども所々に書いているので、料理が苦手な方でも安心して作ることができます。今回のレシピ本では、だるうまのこだわり絶品レシピが100品掲載され、即席おつまみ、仕込みおつまみ、レンジと炊飯器で作ることができるメイン料理、肉料理、魚料理、丼料理、麺料理、ご飯のお供、デザート、そして今回特別にだるうまが自信を持ってお届けする本格料理の計10カテゴリーに分類されています。ツイッターで6万リツイート、22万いいねを獲得。ヤフーニュースにも取り上げられ、YouTube では200万回再生以上再生されたあのヤバいプリンなどの人気レシピをすべて掲載しているほか、YouTube で公開していないだるうま秘伝のレシピが数多くあります。絶対に後悔させないような、そんな素敵なレシピ本になっているので、興味のある方は右上に出ているカード、もしくはチャンネル説明欄とコメント欄に貼ってある URL から予約できますので、ご予約よろしくお願いいたします。皆様、こんにちマッチョ。今日で大学のテストがやっと終わって、明日から春休みです。イエーイ。この春休みでは YouTube 活動もそうですけれども、就活もしっかり頑張って両立していけたらなと思っています。頑張りマッチョ。ということで、春休み一発目のレシピは、焼肉のタレとラー油と卵でできる超半熟煮卵の作り方をもう一度紹介していきたいと思いまっちょね。レッツゴお。しピンがない方は卵のお尻をスプーンで割っても構いません。こんな感じです。
早いでしょ。Good night, たまごちゃん。マッチョ。うまっ。ダブルマッチョ、トロットロ。足りんな。おかわりしよう。
あちちちちち。綺麗。よし、いただきます。うまっ、最高。ごちそうさ、マッチョ。